ちは、ヤングジャケットマイスター投資草山店の関です。青山店の竹直です。お願いします。今日はですね、来週6月21日から始まる、オープンセールに向けて、ちょっとまたお勧めさせていただきたいスーツジャケットをちょっと今日は竹之内さんとご紹介させていただければなと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。おかげさまで、ちょっとこの間の動画で見たんですけど、おかげさまでも完売している品番とかもちょこちょこ出てきている中で、木下さん今シーズンなんか買われたものとかありますか？僕は袖物オーダー2着、今日着てるネイビーブレザーと、アイリッシュリネンで、ちょっとこうグリーンと茶色と黒と混じったような色合いのリネンスーツ、これ2着購入しました。結構オーダー多いですよ。そうですね、最近ちょっとやっぱりオーダー体験になってきたというか、年齢的なものもなさいました、オーダー体験に、はい、僕はまだちょっと既製品が着れるんで、スーツ2着を別に買いました。このスーツ製品で体型マウント、はい、進めていきましょうか。はい、関君が今シーズン買い物したのは、今シーズンは2着のスーツ、今日のちょっとおすすめにも入れたものなんですけど、早速入れていいですか？もう、紹介していきましょう。はい、2着もう、前の YouTube でもどっちももうご案内してるんですけど、1着がこのバルベラのスーツですね。アルベラの生地を使った、下掛けダブルのスーツになります。ウールシルクリネンですね。なんかちょっとこうジャケット地っぽい感じのを、スーツにしました。非常にね、ユニークな素材でね、黒はちょっと黒糸が入るんで、ちょっとこう関くんっぽい。そうですね、今シーズンちょっとその黒を刺すっていうんですかね、取り入れるっていうのは結構、皆さんも多かったかなと思うんですけど、それにこうちょっとモノトーンでいっちゃえみたいな時もあれば、少しやっぱグレーなんで色をちょっと入れてもいいかなと思います。割と遊びに効くスーツかな。着回しね、はい、素材的にもこう大上着単品でバラしても使えるような、非常にコーディネートしやすい。そうですね、ユニークなんですけど合わせやすい。実際いらっしゃいましたね、お客様でやっぱりこうジャケットとパンツでこう別々ちょっと使われて、確かにパンツも結構かっこよくて、ジャケット下掛けダブルに合わせて、1年前ぐらいから使ってから始めてる2インタックのモデル、ちょっと分かりにくいかもしれないですけど、分かりにくいですね。はい、透明なんで分かりにくいかもしれない。ツインタックも出て、ちょっとストレート気味に、いつもよりしてるパンツなんで、絞りの裾幅が割とちょっとこう太めのものを使ってるんで、なんかこうセットアップできた時にこうクラシックな感じで、着れるんですけど、ちょっとこう最近っぽさの遊びも聞かせられるっていうのは僕は結構気に入ってますね。クラシックすぎない、はい、なんかこうモダンクラシックみたいな、そうですね、そんな感じの立ち位置ですね。生地がさらっとしてるんで、着やすいですね、確かに。暑いと。だからもう、セールの時期に始めたら、これガツガツ着ていこうかなと思ってますね。セクのおすすめの足元は？足元ですか？足元はもう完全にローファーです。ローファー、スリッポンで合わせて。スリッポンで、はい。黒の、タッセルローファーも持ってるんで、入ってますし、あとはボードインのグレーとかで、グレーで統一させようかなと。なんかちょっとクルネックの、ジョンスメンの、ニット T シャツを着てとかで、グレーでちょっと行ったりとかもいいかなってちょっと思ってますね。かっこいいですね。はい、黒の靴は間違いなくはまるけど、あえてちょっとこうグレーで、そうですね、ファンシーな、ね、感じも良さそうですね。いいからね。はい、で続いて2着目、いいですか、続いてセックに連れていきますか。はい、これは僕のご担当させていただいているお客様だったら結構、これねみたいになるかなと思うんですけど、はい、もうこれ進めるわっていうのが、客観的に見てて、分かりますもんね。はい、これはウィリアム・ハルセットと別注の生地で作ったのは、モヘアですね。いや、何色なんですか、このなんか絶妙な。これは、グリーン
がちょっと入ってますよね。グレーなんだけど、まあちょっとこうグリーンがちょっと光に当たったりすると、垣間見える感じの生地なので、なんか光の射光で、そうですね。グレーっぽくも、グリーンっぽくも、あとちょっとネイビーの糸も、そうですね、微妙になんか入ってる感じがします、ね。なんかモヘアだから、そのなんかちょっと鈍い光沢が、確かに出る、それがなんかこう、色と、あとその素材感が合わさっていくかな。こう肌触りもすごいいいですね、うん、なんかモヘアなんで割とそのバリバリしてるのかなって感じしたんですけど、うん、着てみるとそんなに、まあ、ソフトな、ソフトめなモヘアなんで僕はすごい着て、さっきのモヘア好きは生地やっぱり着て楽なっていうのが好きなんで、モヘアがね、これ何パーセントでしたっけ、これはもう半分ぐらい入ってるんじゃないですか、60% モヘア、ウールが40%、なかなかね、60% モヘアって、こんな柔らか、そうですね、珍しいしない感じですね、はい、そういった部分でも、セイ君、おすすめです、はい、おすすめです、まあ、さっきみたいにその黒を差し込んで着てもまあいいですし、次に黒、はい、ですね、はい、まあもう、この辺、ちょっとこうグレースーツなんで、まあ、ちょっとパープルのネクタイとかで。ちょっとエレキある感じで、確かに行ってもいいかな、高貴だね、はい、パープル差しの良さそうですよね、はい、でもこれはもう今のところめちゃくちゃ着てます、うん、確かに、はい、で週に何回ぐらい、週に下手したら3回、4回ぐらい着てんじゃないかな、気づいたらこれをね、でも全然なんか下手ってる感じがね、そうですね、下手らないです、はい、やっぱり英国の生地メーカーらしい、うん、こうタフな部分も、そうですね、持ち合わせたね、うん、いい着ですね、さすがかなと思ってますね、じゃあもう僕はこの2着がおすすめです、まあセールもまあちょっとサイズもなくなってきてるやつもだいぶあるんですけど、はい、おすすめしています、そろそろ僕の番で、はい、ちょっと喋りすぎましたが、お尺が、はい、まあ以上、まあ、先輩に分かりました、どれからいきますか、じゃあ、そのゼニアのクロスプライのグレンチェック、はい、これはまた、はい、これは僕、まあ、なかなかちょっとこういう大きいチェックって、まあ、僕自身も、まあ、ほとんどそのオーダーで作らなかったりとか、ちょっとこう、まあ、個人的にはこう柄物ちょっと難しいなっていう感覚があるんですけど、うん、なんかこのクロスプレイは割とこう大きめのグレンチェックでもちょっとこうかすれたチェックの線がかすれてあんまりきつく立たないのと、なんかこう柄もまあグレンチェックで英国の古典的な柄でもこう少し柄目が大きめ、なんかバタ臭くなりすぎない感じがすごくいい、それ大事ですね、バタ臭くならない、そうなんですよ、ここは素材がウールシルクリネンでちょっとこのリネン麻が入るんですけど、まあなんかこう特殊なこの糸の干し方で、麻が入るけど、このグッとこの握ってもこうシワにならないこの反発力、うん、非常にこう使いやすい生地で、こういうのなんか一着あると、すごいこう手に取る回数増えるかなっていうので、まあ、セールでちょっと個人的にはこういったものを買い足したい。うん、となんかまあ触っていただくと分かるんですけど、ちょっとこう肉感がある生地なので、うん、まあ、ウールシルクリネンのサマーツイードなんですけど、まあ、秋口、ね、あのハイゲージ の、ね、クルーネックのニットとかタープル、はい、なんかセンター合わせて秋口まで引っ張れるっていうのもなんかこのブラウンのグレンチェック、これ非常に優れてるジャケットかなと、うん、まあ、今、まあ、真夏で甘いジャケットっていう方もやっぱり僕らとしてもね、ちょっと暑すぎるんで、うん、それよりかやっぱ春、夏もそうですけど秋もそう着れるようなジャケットにすごい注目するかなと思いますね、確かに、じゃあ続いて2着目、はい、はい、じゃあもう、まあ、2着、そうですね、僕ちょっとグラウンドを持たせていただいて、はい、これがまあ僕のもう一番おすすめ、ピアツェンザの、生地の名前がアラシャンブリーズ、ブリーゼ、ブリーズ、ブリーズ、ブリーズ、はい、これはブリーズっていう意味はセイ君なんですか、なんか前回の YouTube で僕ご案内してたんですけど、なんかそう調べたらそよ風みたいな意味があるらしくて、まあもうこういう感じですね、そよ風になびくもう最軽量、うん、ウェイトも 230g、これ着ると、まあ、ジャケットらしいこう胸のボリュームとか、まあ肩周り、
のちょっとこう程よい柔らかさ、まあ、テーラードで、まあ、やっぱり綺麗に見える要素は抑えつつ、まあ、袖通していただくともう着心地はカーディガン、うん、ものすごく軽いです。で素材も、まあ、非常にユニークでこうカシミヤシルク、まあ、春夏の、まあ、高級素材でよく多いんですけど、そこにこう麻をブレンドしてまして、まあ、ちょっとこの近くに寄るとこういう感じで麻のこの節が入って、この、まあ、全くの無地ではなくこう、まあ、柄物と無地と中間のような、まあ、適度に表情のあるこの生地が、うん、まあ、こういうのがなんかこう、まあ、あえてこう、まあ、リーバイスの、まあ、ヴィンテージのジーンズとか、うん、そういうちょっと粗いものと合わせても非常にマッチしてカジュアルでも着やすいから、軽いんで、まあ、とにかく手に取っていただけるという、うん、まあ、一番おすすめの一着ですね。なんか最軽量って言ってもなんか全然安っぽくないですよね。高級感もすごい、うん、高級感もあってこう、うん、まあ、ペラッとしすぎてない感じというか、うん、絶妙な、まあ、僕たちのこの、まあ、マイスターラインの柔らかい仕立てと非常にこうマッチした一着なのかなと思って、スイ君は個人的にはそこ2色ありますけど、その方が僕はもうこっちです、ライトグレー、うん、あーですもう全然違いますねブルー、はい、ブルー、ブルーですね。まあ、このなんか、まあ、ネイビージャケットはもう、まあ、まあ、キングオブベーシックというか、うん、持って、まあ、1着、2着持って、確かに方でも、まあ、ちょっとこう、まあ、ちょっと普段と変わったこう、まあ、ネイビーというか、ブルージャケットっていうので、うん、まあ、色味も結構、まあ、この素材感あってのこのブルーなのかなっていう、まあ、色なんで、合わせ方は。僕これも完全にライトグレーのスラックスとかで綺麗ですよね、うん、綺麗にいったらいいかなと思います。ライトグレーってかなり薄めの、うん、白とかじゃなくライトグレーで行くのがすごい綺麗かなと思います。ね、いいですね。僕はでもこのやっぱり茶色が非常に個人的に茶が好きってのはもちろんあるんですけど、茶を着たいですね。で逆にこう、まあ、こういうブルーの方はライトグレーで明るく持って、まあ、もちろんまあライトグレーでブラウンも合わせてあげるんですけど、うん、なんかこう、あえてこう春夏のちょっとこうダークトーンっていうので、まあ、ウールパンツもあえてこう、チャコールグレー。チャコール。はい、今シーズンやってるあの、ハーディミニスの、あのスリープライフレスコの、はい、あえてこう重たくてザラッとしたものを、あの、こう柔らかい素材と合わせて、まあ、シャンパンにコーラのファンシーな、もう大好きな大好きなフレーズですけど、はい、まあ、シャンパンみたいなこういうこうファンシーな素材に、はい、まあ、ちょっとコーラの粗い素材化のパンツを合わせる、うん、このコントラストやっぱり好きですね。あ、はい、うん、で、まあ、私のおすすめは以上です、はい、ということで、まあ、あの今日はまだまだご紹介しきれてないものもおすすめのものではございますけれども、そうですね。はい。まあ、最後に竹内さんの指名の二言ぐらいあれば、ちょっと多いこと。はい。そうですね。6月の21日、うん、月曜日からあのオープンセールが始まりますので、まあ、リングジャケット普段ご用意いただいたお客さんも、まあ、こういうセールの機会で普段こう手に取らないまあ、お買い求めいただけるいいチャンスかなと。しまあ、あのリングジャケット初めてのお客さんは、まあ、トライアルでリングジャケットを一着こう購入してみようかなっていうのは非常にこううってつけのイベントと思うので、あのぜひともあの青山で、まあ、皆さんもご来店お待ちしておりますので、はい、はい、ですね、まあ、まだまだいろいろ見ていただきたい商品ございますので、ぜひ店頭にお待ちしておりますので、はい、はい、ご来店お待ちしております。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。